ことで話せって言っても、別なことでもいいですよ。あまりにもたくさんありすぎて、はい、じゃあ2つ3つ、いや本当に頭が良くてものすごい感性持ってて本当に普通の脳と違うっていうか、そうなんだ、すごい鋭いんですよね、文章でも何でも。どれだけ助けられたかわからないです、撮ってると言いながら、撮りながらいろんなこうサジェスチョンももらえるし、なんとかここまでいろんな妨害からも守られてここまで来れたのは本当に佐田末さんのおかげがあるんですよね。とんでもないです。カメラを向けながらもね、その実ちょっと実例でこんなことがありましたっていうのを話して。それがね、佐田末さん言っていいのかな、ちょっと NG っぽい内容だよね。え、何愚痴っぽい、あんまりこういうとこで流すとまずいかなっていうような。え、いや僕が許すからどうぞ。いや、ちょっとブラックっていうか闇のような状況なんです、うん、いや先ほどさ、善と悪って言ってたでしょ、私がね、はい、でそれでもう大変な目に私もあって、うん、で職員を分断し、親も分断されちゃったんです、その悪の方の方に。そうそうそう、まだ未だにはちょっと引いてるんですけど、悪の方の方の実名出さなくていいんだけど、それは どういう、だからいわば敵味方っていうか善悪だったり、要するに反対勢力みたいなことがあるわけでしょ。そうですそうです、皆さんとやっていこうってことに対する、そう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 、具体的にこういうような出来事の中でどんなことがあるのかってこともちょっと聞きたいんです、私。いや、私たちデラート作った親はやはり地域でっていうすごく強い思いがあったんだけど、まあ、その方はちょっと職員中心っていうか、もともと組合をバリバリやってたんで、まあ、職員パラダイスですよね。職員の待遇の方をこう、だからあんまり泊まりはさせたくないとか、だからまあ、病院、施設入れちゃった方が、職員の負担は軽くなりますよね。うん、そのあたりの対立がやっぱり大きかったのと、あと坂口さんに対して、かなり妨害を、かなりちょっとすごい妨害を続けて、坂口さんをとにかく岐阜に返そうとしてたんですよね。でそれがちょっとえげつなかったかなっていう。まあ、これもあれですよね、本当に本人、その障害を持った本人のことを優先っていうか、そっちを中心に考えたらそんなことは起きないことなんですよね。うん、そうなんですよね、そうなんです。まあ、よく言う、その需要者と供給者みたいなんで、供給者側、うん、サービスの供給者側の論理がポンといくと、変なことになっちゃうんですね。そうなんですよね。でももう今はもう離れたんで、今の職員は、うん、やっぱりちょっと厳しいような家庭は、もう早くグループホーム作らなきゃって、職員の方から言い出してくれて、今建設中なんです、次のグループホームを。そうですね。それはすごくありがたいなって。子供がちょっといなくなっちゃって、ええ、善玉だけに なりつつあると。そうです。今の職員たちは前向きに考えてくれてるんで。だからこの物語も、ね、佐田末さん作ったあれも続編がこうあるとしたらば、はい、結構、ハッピーエンディングにこう向かっていってるってことですね、小沢さん。そうですね。まあ、いろんな細かい問題はありますけど。細かい問題。まだその問題っていうのはどういう問題ですか、今。やっぱ職員の質の問題とか、そこが結構きて、よく清水さんがおっしゃる、うん、その働く者の、その何て言うかな、働く人のその心の充実度っていうか、うん、いうことに近いと思うんですね。だから私は善悪って言わないって、決してこの対立構造として映画の中で描いてないんです、うん、だけど撮影自体はね、もう本当にね、英子さんが、もう論争して論争して、もう、この話はどうなっちゃうんだろうっていうような場面もね、いっぱい撮ってる、実はね。だけども、その、対立の構造としてこれを描かずに、その、やっぱり組織っていうものの、あり方の中の難しさと、それからその、組織っていうことの中に、まあ、入っていった時の、その、それぞれの人のあり方ですよね、仕事に対する。で特に支援っていう、まあ、その支えるっていうその側っていうことを選んだ人が、そのやっぱり一方通行で支えるっていうことを思ってる以上、
その、はい、生まれない物語、これをやっぱり生み出すっていうことが、なんかそれを変えていくことになるのかなっていう方向の映画にしたいなっていうことを今回はあの、ね、言いました。はい。はい、五味さん、兵庫の五味さん。はい。五味さんは何か、はい、おっしゃりたいことありますか？ね、話を聞いて。いえいえいえ、まあ、あの佐田生さんの生い立ちからその、うん、その話はじっくり聞くのは初めてだったので、はい、とても興味深かったです。ありがとうございます。同じね、その女学校に入ってはっても、やっぱりそれだけの感受性がないと、ここまで来られなかっただろうし、うん、あの同い年なんですけど、私。あ、そうですね。はい。はい、でまあ、たまたま、まあ、私もその映画、あ、国本さんのところの、あれは何ですかね、あのフォーラムで佐田生さんとは一度、お知り合いになって、それでたまたま、まあ、今回普通に指導に少し7分ぐらいですかね、我が家でやってた集いばしんちゃんを、撮影していいって言われて、はい、もうなんかいきなりカメラ持ってきはって、でいきなり回されて、私もすいません、今もすっぴんで映画もすっぴんですけど、はい、登場しちゃって、まああのいい、我が家にとってはいい思い出になりました。はい、ということで、でまああの青葉園のシーンとかシェアードのシーンも、あのうちの子の、お友達っていうのかな、予後学校の先輩とかも映ってて、まあちょっと亡くなったお子さんもおられるんですけれども。やっぱりそのお母さんもあの自分の子供がそうやって映像に残ったっていうのをすごく喜んでおられます。はい。中尾さん、中尾康代さん、あれ中尾さん、佐田生さんの話聞きながらなんか涙拭ってたじゃないですか。はい。なんでそれは。あの映像を見ながら、うん、まあの私ちょっと何が本業か分からんで、放課後デイにあの行ってたこともありますし、あの困ってる人があったら何でも言われたらできることはするっていうことをずっとしてきまして、障害の持った子どもさんのご家庭も何件も知ってたりとか、貧困の人が多い学校に入ってたりとか、いろんな中でいろんな経験をして学ばしてもらってきた私もっていうのもありますし、何もこう、なんだろうな、あの障害者に限らず、あの地域性とかで全然違ってくるんですね。あのハッピーエンドっておっしゃいますけど、ごく一部なんです、あのそういう地域というか、そういう方に恵まれてればそういうことになりますけど、それは極小だと私は思ってるんですね。だからその中であの障害を持っているにかかわらず、例えば今市の引きこもり実はの相談員をしてたりとか、50、80問題の中でいろんなことがあったりとか、不登校の中で本当に追い詰められてるっていう方々を、子どもが暴力を振るって家にいられない方を保護したりとか、もうとさまざま。で今実はあのネットで誰とでもつながってしまうので、もう北海道だの埼玉だのとこういろんなとこからそのヘルプが来るんですね。で電話では対応、電話でしか対応できなかったりするんですが、まあその中でやっぱりみんなが何て言うんだろう、辛い思いをしてるっていうことをさえも言えない人が多いっていうのもすごい経験してきて、はい、だから佐田篤恵さん の, あの映画をこれから拡散していきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。以上です。なんで涙流したのかなと思ったけど、そんなことを思ったからですね。はい、栗原さん、栗原清美さん。どうぞ。はい、映画はね、あの佐田篤恵さんの映画は、まあ、全部見せていただいたんです。ほとんど見たの？あの、はい、ほとんど見ているんです。え？普通に、はい、あ、そうですか。で、きっかけが、京都府の八幡市で、
あの上映会をされたあの時にあのたまたまもうその時しか時間がなくってあの行かせてもらったんですね。でそこで普通に生きるっていう映画を見せてもらって、でそれきっかけで佐田末さんとつながったんです。でちょうどあの、会場に佐田末さん来られてて、でこのあと一緒にちょっと話しませんかみたいな感じで。岩田さんは何やってらっしゃる人なの？私はね、もともとは看護師です。あ、そこであれですか、はい、あ今どちらにいらっしゃるの？あの兵庫県の丹波篠山市という、うん、丹波篠山で看護師として、はい、あの障害を持った人たちに関わってるんですか？いえいえ、あの看護師はしてたんですけども、一応あのケアマネージャーの方に転校して、でケアマネージャーを5年ほどしたんですけど、地域に出てみてあの全然見えてなかったものが見えてきたんですね。であの病院の中とか施設の中だけにいては見えなかったものが見えてきて、それであの、まあ、権利侵害を受けられている方とかそういう方たちに出会うんです。であのちょっと自分の中で葛藤したりとか、まあ、その業務の中の範疇を超えるということで、まあ、あのこう止められたりですかね、そこまではするなとか、なんかその組織の中で止められたりするような経験をして、まあ、バーンアウトをしてしまって、であの、まあ、辞めてからすぐにデンマークに短期研修でちょっと行かせてもらって、他の国ってどんなのかなみたいなのが見たくって少しだけ行かせてもらうんです。でそれから帰ってから、西宮にありますあの清水さんが理事の一人をされていたあの権利擁護支援センターの、 あの、まあ、その前身のパスネットっていうところにあのつながって、でそこで相談員をさせてもらうことになり、で、まあ、その権利擁護の、まあ、相談をこう受けながら、自分の地域にも絶対にこれは必要だっていうふうに思ったんです。なので丹波篠山市にもそういうあの困った人 の、 あの支援がちゃんとできるような仕組みが欲しいというので、いろんな情報提供を、まあ、行政の方とか社協の方とかにこうしてきたっていう経緯があります。はい、はいはい、中尾さん、中尾和さん、中原さんか、中原さん、中原和さん、どうですか、佐田末さんとは何か関係あるんですか？関係ある、はい、あの私は関係があるか、あの関係あるかってお知り合い、名古屋市で相談し、そうですね、映画は、うんうん、ほとんど全部見ていただいてます、ね、あのはい、見させていただいておりますね、あのじゃあそれの感想でもいい、あの重心のあのなんかちょっと私も重心の施設の職、止まってしまうね、ちょっと止まってしまう、ごめん、都合により、あ、重心の、あ、じゃあごめんなさい、中原、中尾、いいです、中原さん、あの終わりでいいです、終わりで、あの、はい、中原さんのネットの接続がちょっとうまくないみたいなんで申し訳ないけども、あ、はい、ちょっと飛ばします、飛ばします、ごめんなさい、いいです、はい、はい、OK です、三谷文子さん、はい、三谷さんは、はい、はい、関係は、いや、あのフェイスブックでお友達させていただいているだけなんですけど、はい、で、あの今日のようなずっと生まれ育ちのとこから聞いたのは初めて、まあ、全然知らなくて、まだいろいろ見ていただいてないですよね、映画をご覧になってない、はい、そうです、あのね、福井で、もう本当にコロナ禍になってしまってどうしても見たいんですけど見れてなくて、というのはあの私たちは多分あのお母さんたちが頑張ってあの多分普通に生きるのデラートさんのような形で重心 の、 あの
生活介護と放課後デイを立ち上げているんですけど、あのその次のつまり住まいというか、あのその後暮らす場所をこれから作っていかなければいけないっていうところで、すごくあのなんだろう、私たちのその先輩というか、そのデラートさんとかの親さんです。はい、いえ親ではないんです。あの親、ね、あの子供さんたちが通っていた学校の教員をしていまして、あなるほど、たところから出会ってユーラさんみたいな、うん、辞めちゃって一緒にやってるっていう感じです。あそれどうですか、はい、あれ佐田先生さんの映画は見てないんだ。まだ見てない、見れてないです。あそうか、だから絶対なんか見たいんです。今日の話はどうですかって聞いてもちょっとあれですか。あそうでもない。でもね、あの身に迫る内容なので。身に迫る内容だね。はい、なのであのぜひなんか例えばあの私たちは福井県なんですけど、あの福井県の人たちにもみんな見てもらいたいと思っているです。ありがとうございます、はいそうだね。はい、じゃあそれの番宣をやってください。中畝、はい、中畝さんっていうのこれは中畝春子さん。はい、はい、あの横浜で、レスパイトケアサービス前という訪問看護ステーション、あの重心のお子さんのところに訪問看護師やヘルパーを派遣するとこのポンコツ代表しております。あポンコツ代表。ポンコツさんって言うんですか。ポンコツの代表です。あそうですか、はい、ちょっとよくわかんないけど、はい、すいませんあの映画あの拝見してあと横浜でも本当あのぜひ頑張って多くの人に見てもらおうと思っています。それでその感想っていうかあれはどうですか。そのあのやはり、ね、あの本当に希望のある映画というふうに思いました。どういうところが希望ですか。あの親亡き後あの、うん、私は17歳で長男亡くしてるんですけれど、仲間が今、うん、37とかそういう風になってきていて、みんな心配なのは親亡き後って言っているんです。でそこのところをどうしたらいいのかっていうのをなんかちょっと光が見え、ただ本当に難しいなというふうには思います。で今現状としてあの割と早く施設に入れたい人が増えているんです。あそうなんだ。それを考えるとこれからちょっと心配っていう。そうだね、うん、はい、はい、このはい、ナリさん先輩施設だね、はい、あこんばんは、ありがとうございました。家の理事長ナリさん、はい、そうですね、いろいろ本当にあのいっぱいグループホームやってきたけど難しいこともいっぱいあるなっていうことを感じつつ、あのだけどあの佐田生さんの映画はやっぱりその言葉であの施設は嫌だとかこういうふうに暮らしたいとかっていうのをおっしゃるわけではない方たちだけど、でもあのそのさっきもお話になってたあの ここでは嫌なんだろうなっていうのとか、あとはグループホームで暮らし始めた時にあのこんないい顔に なってってるとかっていうところがちゃんとあの映されて、ちゃんとそこが取り上げられていて、そのもちろん親の思いとかあの支援者と言われるような私たちの思いとかもあるけども、ご本人がどうしたいと思ってるのかっていうことをちゃんとそこをあの大事にしようっていう、あのそこから考えようよっていう映画になってるっていうのがあのすごく何だろう、嬉しいっていうか、あのあ こういうふうで自分もずっとあろうっていうふうになんか思ってあのみんなで見たいっていうふうに思っている映画です。はい、今日もありがとうございました。清水さんも入ってんね、あの画像は出てないけど、清水さん、佐田生さんの話の中でも随分清水さん青葉園っていうのが出てきたんで、そういうレジェンドとしてあの佐田生さんに、ああ出てきた出てきた、ああすいません、おはいはい、
すいません、あの、うん、ちょっと今入ったとこなんですけど。今入ったとこなの？申し訳ない。はい、今入ったとこ、いや、だから、ええ、その前にもうね、ずいぶん清水さんって言ってたから、もう名指しがあったんですよ。あ、はい、で、困ってる人っていうか、それを清水さんのところに連れてって、何時間も話聞かせたとかですね、そういう話があったんです。はい、あの映画のあのシーンは、全然僕は、あの、まさかそれがそういう形になると全く思ってなかったから全く普通にあのご説明をしたんですけれども、うん、あのあれはね、多分ね、僕の言うてることっていうのはね、ほとんどね、あの一回聞いてもですよ、みんな理解できないんですよ。なんか一生懸命言うてはるけど何言うてんの分かれへんっていうのがなんでね、あれはね、監督のね、うん、あの編集能力ですよね。編集が下手だってこと？え、いやいや、編集能力が優れてるっていう。あ、編集能力が優れて、優れてる自分が言ったら分からないのに、うん、編集してやってみるとよく分かるってふうになった。編集でやっと意味が通じたというね。本人が通じたですね。そうですね。あ、じゃあよかったんじゃないですか、それに、はい、使ってもらって。いや、僕も映画見たけども、あの、はい、清水さんのそのあれがすごく感動的に分かった。ありがとうございます。むしろ僕の番組にあの来てもらって話した時よりも分かった。あ、そうですか。確かに。それは編集の能力ですね。そうだね。そうだね。だからよかったやん。時間かけてますから、時間。え、時間が半端ない時間かけてます。2日ぐらいかけて、いやいやいや、半年かけてますから。時間かけたけど半年行ったり来たりしてる。清水さんの話だ。何十分の1の時間じゃないですか。でもそれで私も見てよく分かった。感動的でした。あのその最初のほら、あの頑張ってる女性ね、もう何十年も、沖田のりこさんね、うん、名前なんて言ったっけね、谷野さんとか、うん、はい、谷野千恵美さんとかね、うん、千恵美さんとかね、はいはい、ね、清水さんが、あ、他の人知らないかもしれないけど、清水さんの先生ですよね。もちろんそう、その通り。そういうところがよく出てるっていうかね、うんうん、だから支援してやってるっていうんじゃないんだよね。ああ、それは違います。違うんだよね。逆に行きさせてもらってるっていうか。いやー、そこがね、うん、どうしても清水さんの話になっちゃうけど、それが大きい。佐田先生の撮ったあの小沢さんなんかも、あのこの子たちをこう支援してるっていうのよりも、今清水さんがおっしゃったあのこの子たちに教えてもらってるとか、そんな感じをしませんか。私ですか。あ、もちろんです。私あの教員をやってたんですけど、娘が重い障害になって辞めて、で、この、あの、世界に入ってきたんですけどね。あのまま教員やってたらと思うとゾッとします。うん、子供たちのおかげで、ちょっと人間として少しマシになれたかなって、思ってます。本当に私の死です。いや、そうだね。それは本当に率直な話ですよね。うん、だから、議会でもそうです。視点が変わったから、私の視点はすごく、こう、議会で大事だなと思って。そう。うん、その話はまたもう一回聞くからね。はい。10月2日に。このぐらいにして、いい話を今聞いたところで、はい、はい、それじゃあこれで佐田聖さんにもう一回戻して、はい、これで番組あと3分で終わるんですか。はい、3分で締める。はい、皆さんの締めるんじゃなくて、むしろ、はい、皆さんの話を聞いて、はい、佐田聖さんの感想をおっしゃっていただいて、はい、今日番組に出た感想も含めて、はい、この締めとします。ありがとうございます。あのこんなに公に自分の出自を話したことないので、あのちょっと恥ずかしかったですけど、あのまあでも自分でね、あの今回あの浅野先生にこういろいろチャンスをいただいて、あの重い障害の人と関わってた自分のね、こう経緯みたいなものをこう考えていくのはとっても面白かったし、あのパワポも覚えちゃったし、あの
いろいろと勉強になりましてありがとうございました。皆さんお忙しい中、私のように障害福祉の専門家でもなければ知識も浅いものが、ね、皆さんを差し置いてこうやってゲストにお話をさせていただくのは本当恐縮だったんですけれども、ありがとうございました。お忙しい中を来てくださって本当にありがとうございました。私最後に一言いいですかね。市川房枝さんというもう亡くなられて久しいですが、方がね、権利の上に眠るなっていうね、ことをおっしゃるんです。でこれがね、すごく本当にいろんな意味を含めた言葉だなって思うんですけれども、重い障害の方々いっぱい持ってる権利をね、使わなければいけない。だけれども私たちみたいに、女性の参政権なんていうのをね、せっかくたくさんの人たちが苦労して得たものをね、目をつぶってしまって、やっぱり関心を持たなければ、ただ権利があるだけっていうね。だけどもやっぱりね、この障害の人たちのね、社会を考えていくってことは、私たち全体の社会を考えていくっていうことの中でね、みんなでもっとやっぱり政治的なことにこう関心を持って選挙に行きたいです。行きましょうということで30分です。先生、あ、選挙の話になっちゃったの。いやいや、選挙に行きましょう。はい、明日は横浜市長選挙です。はい、はい、それじゃあ佐藤先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。お気だけです。はい、ありがとうございました。さようなら。さようなら。